本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録並びにご視聴者の皆様、いつもありがとうございます。本日はですね、BC200T20cc ですね、ホームセンターで手軽に購入できる仮払い機、いつも私がちょこちょこ愛用してるんですけども、それにですねミニシュレッダーブレード、これが通常のシュレッダーブレードですね。今こんだけ、このくらい長さが違うということですね。このくらいですね、約10センチぐらいは違うと思います。合わせるとこういう形ですね、こういう形、こういう感じに長さが違うということですね。今このミニシュレッダーブレードであれば 20cc クラスでも、負担がなくカットして粉砕してくれるんじゃないかなというような感じで、本日はですねこのような形でやってみようかなと思いましてですね、今日もものすごいですね、青空で、今ちょっと雲がかかってますけども、いい天気、まあ、いい天気というか天気が良すぎるというような感じですね。今はちょっと雲がかかってちょっと日が照ってないですけども、本日はこのような感じで、あちらこちらを買ってみたいと思います。幅がですね、正確に言えば19センチ、シュレッダーブレードの曲がった刃の下の部分からこちらの部分まで測れば 19.5 センチぐらいですね。19センチ5ミリ、まあ、約20センチぐらいでしょう。これで、どのような感じで 20cc が頑張ってくれるか、多分私は、いけると思います。まだ試運転はしておりませんけども、この間の前回、前々回の動画で 30.5cc につけたらですね、なんていうのかな、あまりパワーが余りすぎて、できれば25センチ、今これが約20センチですので、25センチぐらいのシュレッダーブレードであれば、無理なくあらゆるところをできると思います。今この 20cc であれば、今これで、バッチリ動いじゃないかなというような気がします。本日もですね、このホームセンターで手軽に購入できる BC200T ビッグ M ですね、こちらの 20cc なんですけども、これでシュレッダーブレードをつけて どのような感じになるのかというような感じですね。もしよろしければ動画を見ていただいて、ああ 20cc でもこのシュレッダーブレードを使えばこんなところまでいけるなというのがですね、お分かりいただけるんではないかな。下手すればリュウちゃんまた失敗やっちゃったねというような感じになるかもしれません。とにかくブレードの長さが、シュレッダーブレードの長さがですね20センチぐらいですので、あまりバンバンいつものようにバンバン進みすぎると、ここを切って進みすぎるとこの間が切り残しが出るというような感じですね。だからこまめこまめにちょっとこう振ってあげればいいんじゃないかなというような気がします。では本日も頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。ただいまより草刈り作業に移りたいと思います。本日も頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。なおチャンネル登録並びに高評価ボタン、グッドボタンもよろしくお願い申し上げます。本日はですね、先ほどもご案内いたしましたけども、BC200T ホームセンター購入 20cc ですね、これに、シュレッダーブレードミニバージョンを取り付けてあります。でこういうところちょっとまず切ってみたいと思います。それで、負荷がかかるのかスムーズに切れるのかというような感じですね。よいしょ、ちょっとスローが低いかな。こういう感じですね、小さいですね、ミニバージョンですね。
ましょう。ミニバージョンいいですね。負荷がかからないですね。いいですね。よいしょ。お手持ちに 20cc クラスをお持ちの方であればこのブレードはいいんじゃないかなと思いますけどですね、少し、なんていうんですか、分かりやすいように切りづらい方向から切っておりますけども、よいしょ、切り方は勘弁してください。あと負荷がかかるのか 20cc では無理なのかというあたりを見ていただければ。おう、余裕がありますね。ですので今これであればホームセンターにですねすぐ行かれて DC200T20cc クラス、このあたりを購入して、このミニバージョン、これをセットしていただければ今のような感じでチップ層をつけるよりはいいと思います。チップ層の場合は刃が擦れてきたら研ぐとか買い替える、このミニバージョンであれば2箇所を研ぐだけです。どっか 7、8 センチさっさっさと研ぐだけですね、両面を。
しゃあ。いいですね。ここもちょっと切っとこうかな。いいですね。負荷がかからんですね。もう軽くて低燃費でパワーのあるやつをお買い求めなりたい方は丸山製作所ビッグ M ですね。 BC200T20cc。 まあ私はあのハイオクとエクスピオイルを入れてますけども、このミニシュレッダーブレード、これをこのワンセット買っていただいても、まあ高く見積もって本体は2万円でしょう。本体が2万円、ミニシュレッダーブレードが2500円前後ぐらいだったと思います、送料込みでですね。それで、バリバリこれをつけてやってもらえばバッチリだと思いますけども、
いいですね、非常にいいです、バッチリですね。もう鹿児島弁でなんちゅうがならんちゅな、素晴らしすぎて言いようがないちゅうやつですね。いいですね。よいしょ。前回のアリエクスプレスで視聴者様が購入していただいて送っていただいたあのコードも最高でしたね。今これもミニシュレッダーブレード、これも最高ですね。もうなんちゅうがならんちゅうな感じですね。 20cc でこんだけバンバンいけばですね、なんなんだあっちにら。やはり20cc であってもどのようなのをつければバンバン来てくれるかなというのをなんか証明したようなですね。普通草刈りをバリバリやろうかなって 20cc でバリバリやろうかなって3枚おらんですもんね。ですので今回はですね、手軽に草刈りを始められて、手軽にこのシュレッダーブレード、これで粉砕系をしてバンバン切っていただく、その目的でやったんですけども、いいですね、非常に。最高やな、バッチリですね。バッチリバッチリですね。よいしょ。
バッチリですね。今ここは舗装道路なんですけどですね、
ここは舗装道路です。バッチグーですね。参りましたね。今3時間の作業になりましたけども、だいたいお分かりいただけたと思います。本日の作業機はですね、ホームセンターで手軽に購入できる BC200T ですね。今ここあたりをずっと、今舗装の上も行きましたけど、あまりガチャ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 は当たらんですね。このような感じでずっと行きましたけども、いいですね。使いやすいですよ。あー、よかったな今日も。ホームセンター購入、手軽に購入できる BC200T ビッグ M ですね。それで燃料が廃翼ガソリンとハスクバーナ製の XP オイルですね。それチャンバーですね。それで直径約20センチのシュレッダーブレード、難なくバンバン回してバンバン切っていく。細々の粉砕になりはもう少しゆっくりされた方がいいと思います。ですので本日はですね、よかったですね。よいしょ、最高やな。今この舗装道路の真ん中付近にですね、パラ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 生えておりましたけども、あまりブレードが舗装にバンバン当たってエンジンがぐーっと落ちるとかなんとかというのはなかったですね。表面がサササッと舗装に当たったのはありました。先ほども申しました通り、あのシュレッダーブレードのシュレッダーブレードのこの曲がった部分ですね、曲がった部分をできれば安定板ですね、安定板の少しでも高いやつですね、取り付ける部分に最後にネジを締める前の取り付ける部分 の安定板、あれを少しでも高いのがあれば高いのをはめて、この曲がった部分をカットしないようにすればまだ粉砕はいいと思いますよね。私の場合はノーマルの、安定板を今日はつけてやりましたから、たまにはカチャカチャ当たりましたけどですね、そこまでまだないですね。なんていうのかな、エンジンに負荷がバンとかかってクラッチがどうこうとかというようなのはなかったですね。よかったですね。本日は最高ですね。今日は北
来た時にはですね、カンカン照りでこれは半端じゃないなと思っておりましたけども、なんか今日はこのリュウちゃん破れ傘道中が、いらなくてよかったですね。よかった、またいいのをご紹介できて、よかったです。これはなんと言いようのない最高ですね、バッチグー。本日は、ホームセンター購入ビッグ M BC200T ですね、 20cc ですね、 20cc ですよ。それに、まだこんな札もついてますね。あまり私はこういうのをこう取っ払うのが嫌いなもんですから、こういうのをこうつけてますけどですね、ホームセンター購入 BC200T20cc ですね。それに、チャンバーをつけて2本出しですね。それで、燃料はハイオクとハスクバーナーの XP オイルをつけて入れて回しております。今日はちょっとあれ、これは多分夏仕様の調整をしてないんじゃないかな。ほんで途中でストンと止まったりですね、ちょっとスローが、低めに設定してあったような気がします。それでこのミニシュレッダーブレードですね、通常のシュレッダーブレードよりはシュレッダーブレードが約30センチ、5ミリぐらい、30センチぐらいありました。これが約20センチ、 19.5 ミリ、約20センチで、その 20cc あたりをお持ちの方であれば、このミニシュレッダーブレードですね、これをつけていただいて、さーっとより細かく粉砕していただくためには、少しだけフェースを落としてスーッとですね、私みたいに半分粉砕、半分を早く切って進むというのであれば、もう通常通りの草刈りの方法で、チップソーつけたと同じようにバンバン切ってもらえばバンバンいきますね。チップソーよりはいいと思います、そういう気がいたしますね。今日は良かったですね。通常のシュレッダーブレードですね、もう名前は言いません。こんだけ違う中古ですね。そこを合わせればこんだけ違うということですね。このくらい、このくらいですね。まあ、手のひら1枚分ぐらい小さいということですね。ですので負荷がかからない、回転が安定をしている、少々のところでもぐーっと落ちたりはしないということですね。まあ、チップソーを使うよりはこちらの方がいいでしょう。チップソーは切ってバサバサーと重なるだけ、これはさーっとスピード調整をして粉砕するか、チップソーよりもまたちょっと細かくして切っていくかというような感じで速度調整をしてもらえばですね、最高だと思います。まあ、私が切って最高ですので間違いないです。ですので 20cc でありはもう最高ですね。多分、まあ、今のところはもうあぜ刈りと似たような感じ、あぜ刈りがですねちょっと伸びた感じですので、もう普通のあぜ刈りぐらいだったらもうこれでもバンバンいけると思いますよね。多分私が今舗装道路のこっちの際のところをさーっと行きましたけども、何のこっちゃないですね。やはりこのシュレッダーブレードのこの、コーマありますよね、ここの角をですね丸くしてあげるということですね。角を丸くしてあげればまっすぐノーマルの状態だったらもうここでガツンと当たる感じですね。それでもうキックバックじゃないけども、もう刃が止まって食い込んで止まった状態ですね。ここを丸く斜めに丸くしてもらえば、当たったとしてもスルスルっと滑るというような感じですね。舐めて滑る、これはもう角がありますので、完璧に角がありますので完璧に食い込むということですよね。ですのでこれを丸く、ここを丸く削ってもらえば、当たってもふわっとブレード自体が避けてくれるから、私みたいにエンジン全開でバンバンいったとしても、まあ田んぼのこの水路の流し口あたりにこう、コンクリートがしてあるああいうところがわからなければ当たりますよ。さあもう誰でも当たるもんですから、
あれが完璧に分かっておれば、そこを釜なりで切るか、これでスーッとですね、その水の排出口、取り入れ口とか排出口のそのコンクリで打ってあるところ、そういうところはスッスッスーッと言ってもらえばもう何のことじゃないですね。ましてやチップソーと違って、シュレッダーブレードのタイプで先が曲がってますので、こういう感じで綺麗に際まで擦れるということですね、切り取れるということですね。本日もこのような感じになりましたけども、ちょうど作業が終わったら照り出したいですね。今がこのリュウちゃんマカリトールのこれなんですけどですね、本日はこのような感じでしたけども、よかったですね。まあ皆さんも一度ですね、よく、一般の方々がよく言われます、軽いのがいいとか燃費がやはりいいのがいいとかと自信を持って言われている方はですね、まあ、この 20cc から使っていただければ間違いないと思います。今私がした通りのことですね、バッチリですね。おそらくもう田んぼのあぜ刈りとかですね、もう全て対応できると思いますよね。ですので本日はこのような感じになりましたけど、いいなぁ、もうこれはもうこの BC200T ビッグ M20cc の専属の刃にしたいぐらいですね。おそらくもう竹もある程度のないくんじゃないですかね。今日結構わさわさをやりましたけども、エンジンがぐーっと落ちたりとかなんとかというのはないですもんね。勢いのまま、切りましたから、やはりこの20センチというのがちょうどこの 20cc とマッチしてブレードが合っていると思います。ですので皆様もですね、軽いのがいい、燃費がいいのがいい、なるべくなら少しでも粉砕したいなと思われる方はこのミニシュレッダーブレード BC200T にミニブレードシュレッダーブレードですね、シュレッダーブレードタイプのミニバージョンですね、これいいと思いますね。バッチリですね。 20cc 弾だけ回りはもう最高ですよね。あとはそのオイル選びですね、まあ、この子に対して少しでも値段云々は関係なくして少しでも元気をつけてもらおう、まあ、人間も元気をつけない感じは栄養剤飲みますからですね、わけのわからん、ガンガン入りのですね、いつ作ったかもわからんああいうガンガンののを入れるか、それか、スタンドに行って燃料を購入してハスクバーナーの LS オイル、 XP オイル、それとか、まあ、スチールにもいろんなオイルがありますけども、私はもう実践して間違いありませんので、私はハスクバーナーの XP オイルと廃油ガソリンを入れております。ガソリンでも全然構わんと思いますよね。ということで本日はこのような感じになりましたけども、最高ですね、いいですね。本日はこの最高の気分で終わりたいと思います。いつもチャンネル登録をしていただいているお客様ありがとうございます。並びにですね、リュウちゃんの田舎暮らしを、楽しみにお待ちの視聴者の皆様ありがとうございます。それと本日はこのまた話にしますけども、これですね、これいいですよ。つけてる感覚はないですね、つけてる感覚はないです。重たいとかなんかこのあれこうなんかこう違和感があるとか全然ないですね。私が今作業を始めて帰ってきて、あ、これをつけとったんだこらっていうような感じの、そのくらいのやつですね。これはですね、またとかこの辺に出てくるんじゃないですかね。ここはいいです。2、3センチの角材でぶたれてもなんともないやつですね。もう私がこんだけぶってもなんていうのかな、全体でこの当たりを全体で受け止めますから、一箇所に集中して当たるということですし、一箇所に集中して当たったとしても全体がですね、こうふわふわしてる部分もあるだろうし、ここもふわふわしてるしですね、ここもプラスチック、強化プラスチックみたいなのがはまってます。ですので打ったとしても全体で受け止めるというような感じですね。これいいですよ。最初つけてずーっと行って帰ってきて違和感がないもんだから帰ってきて、あ、これつけとったなというような感じですね。そういう感じです。詳細はこの辺に出ているか、また説明欄にですね記載しておきますので、その時にはまた、あ、リュウちゃんがそんなに違和感がない、いいな、あんだけこう
手でバンバン叩いても何ていうのかな、一箇所に痛みが来るということはない。痛みというかですね、ぶっても全然ないです。もうほとんどもうこういう感じですね。もう角材 2,3 センチぐらいの角材でぶたれてもなんともないでしょうね、おそらくそういう感じです。ですので石などがバンバン飛んでくるところなんかを作業されるときにはこういうのをつけていただければもう遠慮なしにバンバンいけると思いますね。本日もこのような感じでおいとまさせていただきたいと思います。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。では次回もよろしくお願いいたします。さよなら。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回も草刈り作業を頑張りますので、チャンネル登録並びにグッドボタンもよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。